シュメールにおけるウンマー氏の一ウンマは、シュメールの古代都市。この遺跡のシュメール語とアッカド語の名称については、学術的な議論がある。伝統的にウンマはテルジョ派であるとされていた。最近では、南東方向に7キロメートル弱の位置にある、ウンムアルイコールアカリブがウンマであった、あるいはこの両方の名前がウンマであったという説が、出されている。初期のシュメールのテキスト、 イナンナの冥界下りにおいて、イナンナ女神は貧困の中で暮らしていた運マの都市神、シャラを冥界に連れ去ろうとする悪魔を思いとどまらせる。悪魔たちは最終的に豪華絢爛な生活をしていたウルクのオードムジをシャラの代わりに連れ去った。前2400年頃、エンベテナ王によって記録されたラガシュとの長期にわたる国境紛争が最もよく知られている。この都市は、 前2275年頃、ルガルザゲ使用の統治のもとで最盛期を迎えた。彼は、ウルとウルクをも支配していた。ウル第三王朝の下で、ウンマは重要な地方的中心となった。ウンマの遺跡で発見された3万枚を超える年度版の大半は、当時の行政的、政治的文書である。これらによって、ウンマの出来事について、非常によく見通すことが可能になっている。 シュルギ王の運馬歴は、後のバビロニア歴の先駆をなすものであり、パレスチナからの追放後のユダヤ人たちのみにも、間接的には、関わりがある。運馬は、青銅器時代中盤に放棄されたと考えられる。1854年、ウィリアム・ロフタスが、テルジョハの遺跡を訪れ、1885年には、ペンシルベニア大学のジョン・パネット・ピーターズがここを、訪れた。 1900年代初頭、ウンマから違法に発掘された、ウルダイ三王朝時代の年度版が数多く、骨頭市場に出回り始めた。テルジョハは、ウンマの俗領であった義者であると特定されており、ウンマそれ自体の遺跡は、約6 5トル南東にある、ウンムアルアカリブ、ウムムアルアカリブにある。ウンムアルイコールアカリブにおいて、考古学者たちは、 初期王朝時代まで遡る層を発見した。この層には神殿や宮殿であるとされている大規模建造物が含まれている。2017年にスロバキア高校歴史学研究所がテルジョ派の発掘を始めた。ハゲワシの石踏みに描かれた囚われた男。二2130年頃のウンマの碑文。ウンマの演師、ルガリアンナトゥムは、このインギドリュー、 王爵神殿を運馬に立て、彼の基礎を埋め込み、そして命令を行使した。この時エアイウムがグティ人の王であった。ルーブル美術館修造。2003年のイラク侵攻の間、連合軍が爆撃を開始した後、略奪者たちが運馬の遺跡にやってきた。現在、この場所には数百もの溝、洞窟口がアバタのように開けられている。この過程で、 将来の公的な発掘と調査の見通しは非常に暗いものとなった。2011年発展途上国の文化遺産への脅威を監視するアメリカの NGO 団体のプロジェクトグローバルヘリテージネットワークが2003年と2010年の航空写真の比較画像を公開し全体でおおよそ1.12平方キロメートルの範囲におけるこの機関の略奪者の洞窟港による 破壊の状況を示した。ウンムアルイコールアカリブの状況に関連する、さらなる画像は、イラクの考古学遺産の破壊についてのタッカーの記事に、掲載されている。騎手の王、悪化は、おそらくウンマを占領し、その結果初期王朝時代の間、ザバラは彼に従属していた。ウンマの役人、前2400年頃ウンマの役人ルパドの戦力眼性の像、 ラガシュの土地の購入記録の碑文がある。初期王朝時代3期、全2400年頃。ありがとうございます。